成いたしました。京都グリーンリーグ銀閣最終班、本日の最終班者になります。はい、早いね今日は。早いですね。いやもうメンツ的に早いですねやっぱりね。打敗が、打敗も早いし展開も早いし、そうそう話がっていうかそう展開が、うん、ね。では早速選手の皆さん準備ができていますので本日の最終班ちゃんスタートしていただきたいと思います。どうぞ。では始まります。ちーちゃから、今村、友添、津田、松井となっております、うん、今日の一曲終えば今村です。さあ今日のトータル成績で見ると友添さんが結構抜けたか、まあ津田さんも、津田さんも、うん今村さんが厳しい、厳しいですよね、マイナス80か。ただここでこの判定今村さんがトップを取れば結構丸く、うん、まあ、平たくなります、ね、終わりそうですが、ドラは3走と親番の今村にダブトンが統一だったような気がします。ドラもあったような気がします。ないわ、ごめんなさい。津田がドラドラ、津田がドラドラ、松井さんにドラ1、ワドラはないですが形は良さそう。はい、友添さんのテンションが高かったです。うん、うわかったーって言ってます大体いつも言ってますけどいやでもたまにあれはやったって言ってはる時もありますよ。たまにある俺逆やな、大体下手やったっつって帰ってきてたまにやばかったって言ってそれやっぱね、何や、朝ピンだよね。うん、はい、今村さんがリャンシャンテンかな。津田さんはドワドワやけどタイヤオで仕掛けられるかどうか微妙やな。松井さんは三色っぽくなってきました、うん、なんか今村さんだってあれダブトンになったら2900になっちゃいますね。うん、まあ日給でいいんだけど、いいんじゃないですか。アンコにしたいですね。日給フィジョンできないでしょこれなかなか。いやアンコにしたいんや。1枚する。さあ松井さん、カンリャンゾーチースーソギリ、これは三色ですね。これは三色ですね。ちゃんたか三色ですね。コナン君じゃなくても分かりやすいですね。確かにうちでも分かるしな。朝ピンだよねっていろんなとこで使えるってさんはちょっと悪いかな。津田さんも進まない。まあ嘘あんこになってるな。トントントンポン、今村ダブトンポンです。これでいいシャンテン、はい、いいシャンテン。うーん、友添さん悪すぎてちょっと今回は引き気味ですね。もうパーソーからやめましたね。うん、いいと思います。津田はドラドラ、津田さんはまあ Q1 かリャンワン、リャンワン周りはまだ生きてるが、でも3色の人がいる。3色っぽいですもんね、しもちゃんのまあ実際泣かれるんですけど本当ですね。さあこれは今村さんがチーしてウッパッソーの撤廃。はい、まあ友達さんのこのパッソーは出ないと思います。はい、安牌はまあトンがそもそもありますし、さてペーも切りづらいか。トン初トンは完全安牌ですね。はい、完全安牌をまだ消費したくないのかな。トーンを切るのは簡単ですが、それ以外になんかいいのないかなって思ってる。今泣いたローピンとかってどうですか。そうですね、まあ6級ピンの二度受けの可能性あるんで。ありますね。やっぱ結局トーンになりましたね。両ピン、まあ、数ピンが当たるケースはあるかな。ないような。5、6か、食い伸ばし関数ピンからか。さあパーソーつまめました、はい、サクッと浅いつまめましたね。関数ピンが食い伸ばしで数ピン当たるか。関数ピンから食い伸ばしスッチーピンへの食い伸ばしで、あー当たる、普通にあるやつか、うん、はいはいはい。さあ今村れんちゃんです。その一曲一本場、トラがリャンマンになりました。みんなのコメントの盛り上がりが下がってきたで、盛り下がってまいりましたね。コメントをバシバシお願いします。麻生さんかわいい。でも朝ピンなんとかでも、はい、ドラガーリャンマン、リャンマン、リャンマン
なんか今村さんがゴツゴツしている。津田さんが何が大切か、おたかぜか。789になったらいいね。津田さんは789になりそうな手ですね。はい、うん、なりそうな手。おお、なった、なった。とりあえず、とりあえずチーソー、チーソーじゃないかな、ドラガリアンワンですしね。ああ、そうか。もう次出てくる、次じゃないか、飯沼さん、金閣の方か。飯沼さんやったよね、これ確か、うん、飯沼さん金閣やから、次の次かその次か。金閣、銀閣って京都にあるんかいな。京都やろ。ああ、だからやろ。だからか。なるほど。そうや、そうや。津田さんらしい。うん。うち金閣行ったことあるで。マシッとてか、今田さんもすごい早い段階では切ってるんですね。本当だ、3巡目に切ってますね。届いてなかった。まだ結構遠いですけどね。ギャンシャン店。はい。ここで決めるか、決めませんでした、うん、ペーツもぎり。知らんかったんか。知らんかったんやね。これで津田さんも形が決まりました、うん、さあこれでイーシャンテン。はい、ああやってドア早くやると相当やりづらいですけどね。うん、早いのかなって、なんかビクビクしながら進めなきゃいけないんで。なんか積もり方がイーシャンテンですってなってますけど実際イーシャンテンなんで嘘はついてないです。ハックとハツ、ハクの方が安全ですね。安全ですが、津田さんの欲しい9ピンは今村にあんこ。さあ友添さん最高の3は引いた。津田さんまだいけるでしょう。うんうん、あ、これは数層かな。はい、差し追いシャンテン。でバラない、今村。おわすごい綺麗なイーシャンテン。津田さんもテンパらない。キューピンがね、薄いのがね。あ、松井さんこうなったか。数ワン切り玉かな。とりあえず数ワン切りやみてん、はい、一手があり三色。ん、あ、数ワンポンが入った。さあこれは津田さんが仕掛けてキューピン肩上がりのテンパいいと思います。キューピンかなり悪くないですし、何も1枚切られてるんでね。はい、キューピンはここに3枚と、ただ山には1枚あります。山ない。え、ないの、なんで。あ、切ってある。ということはこのキューピンは厳しいな、相当。そうですね、うん。ここはイーソーの統一落とし、カンチーソーとスチワン。この3のテンパーねーな。確かに。でもあれはいずれテンパイしますよ。まあ、いずれテンパイはします。はい、多分、さすがにテンパイはすると思う。イースピン。イースピンの闇手にか。これで野外できますね。お、引いた。リーチ。カンチーソーでリーチです。はい、いい傾向。そして山に1枚。さあ、友添さん。泣いた。ほう、泣いて数ピン三ピンでも。数ピン三ピンか。まあ、かっき、ああ忘れてた、数ピン。そうですね、松井が数ピンで転売してました。線は1300。あ、ごめんなさい、ドラありましたね。え、ドラないですよね。線は1300。はい、おお、友添さん、まあ数ピン三ピン両方切れるんで確実な転売を取りに行きましたね、一発消しつつの。はい。そっか、ドラなかったんでしたっけ。うん、松井さんドラなしですね。友添さんは？友添さんドラ1。ああ、そっか、珍しいな今のは。そうですね、まあ椅子地素結構消えたし、自分もまあ縦受けは振り点だったんですけど、うん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 、結構ぶつけそうな配置だったんで意外ですね。まあなんかよくかき混ぜたんでちょっと自分も微妙だと思ったかもしれないですね。チーしたって書いといたので後で聞きましょう、うん。さあ友添の4番、ドラは9万です。そうですね、一発で上がったら多分もうちょっと我慢してるとは思うんですけどね、きっと。
野出さんはちょっとなんかねムカッとするとよくはいをかきません、ね、はいをかきます。それなんかみんな言うね今それしてたんでちょっとムカッとしてたんですか今自分にムカッとしてたかもしれない。なんなんやろ、お皿洗いしたら集中力が上がるみたいな感じかな無心になれるみたいなじゃないの。うん、わかんない、ないさあ、初をポンしています。親番の友添です。うん、さあ友添さんいい手ですね。初本一、あ、ここはもう見え見えでもよしと、はい、本一に行きますね。さあ、見え見えの本一を受けて松井さんはチュンをぶつけていった。はい、おお、遅い、早い。これは友添さんぐぬぬってなってますね。松井さんのナイスプレイですよね。うん、チュンチュンって切られた直後の、何本ですが、まあまあとりあえずもうこれ縦どうなんだろうな、とりあえず初切りますが、まあチュンがないんでねもう初本一横と見て進めるしかないんですが、ローピンとか横に伸びる前提で基本的には、はい、うん、リャンピンここで外しましたね。リャンピンも考えたでしょうし、ローピンも考えたとは思うんですけど、リャンピンはその3ピンとか引いた時にチュンチュンっていうのもあるんですよね。ではね、そうですね、まあ、ローピンもそれは一緒なんで、まあ結局なんで初を切ったんですけど、思い直しましたね。あとね、まあ、白重なりもそうですね、白重なりがありますもんね。あ、このチュンの一巡がでかいな。いや本当にでかいですね。麻生さんはさだあだをなすと、なんてなんで急にうちの悪口突っ込んできたん。いや書いてあったか、コメントで。やらう時だってやるかもしれへんやなんか自動サラダ機買ってっていいっすか。ああ、いいねそれでも実家ってそうだったよな。ああ、え、実家って食器洗い機なかった食器洗い機はなかったな、乾燥機はあったけど、うん、あれ食器洗い機ってか、我々の時代に食器洗い機ってあったっけ。あったあったあったよ、ずっとちっちゃい時から家食器洗い機やったもん。それはいい家やったということや。いや、お母さんがズボラやったんかもさて、はい、はなんかあんまり誰も進まず、友添さんの仕掛けがやっぱり派手ですもんね、うん、そうですね、まあ、この管理安品を松井さんはもう地位して形式転廃。そうですね、うん、まあピンズどうせ切れないんで、そうですね、3枚目の2品あれか、友達さん、初は自分で、そうそう、勘できるやつなんやね。初はそうか、で、白はまあまあ、あの重なりもあるし、他の人も楽になっちゃうんで、うん、気になかっただけですね、ごめんなさい。初もションパイだと思ってた。あ、すまんかった、それはさて、松井さんがテンパでそうな形、うん、さあ、友達さん、テンパイだ。テンパった、チュンとローピンのシャンポン。ローピンシャンポンというか、まあ、まあ、チュンはないですが、ローピン全部山じゃない。そう、ほんま、え、本当です、ローピン全部山です。これをどうやって押されるのか。あ、ローピンここに来た。あ、ローピン来た。あ、パーピンだった。やめなった、パーピン。まあ、これで松井さんが、うん、チーテン取れますね。はい、はい、で、これローピン切り。パーピン2枚ですかね、山には。あ、送り込まれたまあ今村さんはまあね、どうせ天敗も無理そうでしたから、うん、もう無理ですね。さあ、残り1枚のパーピンです。ドラも一応通ってないんだ。うん、なるほど。え、パーピン全部ここに来ましたうわ、さ
そうか、チーマンパーマンはドラそばなのか。あ、白が現物ですね。まあ今村さんキューピン打ってイシャンでも取れますけど、結局ドラ切んなきゃいけないんで、テンパイの時にドラはまあ万が一ありますからね、これ。そうですね。本一に見えてありますねっていうやつがあるんで。さあ松井はキューピンを押しました。これで龍局と友添松井の2人テンパイで龍局いたしました。これをめっちゃ混ぜてる、うん、今の友達さん。その2曲1本場友達のれんちゃんです。うん、ちょっと今回は長引いてますね。そうですね。れんちゃんが続いてる。ドラはローピン、うん、お、なかなかの並び。はい、なかなかの並び。おお、めっちゃいいよ。なかなかっていうかめっちゃいいよ。まあ安いですけどね、ドラがあればね。松井さんともから、なんか今回は松井さんちょっとやる気ですね。いろいろといろいろとやる気ですね。友添さんこの白ポンするの？ドラが一枚わからない。わからない。わからないです。すいません、解説放棄ですけど。マザピンは？僕はニナキ。ニナキ。つまりあんま泣かないってことやな。うん、ちょっと形変わったら一泣きになるけど多分。これで？ちょっといついつ泣きするかちょっと教えてほしいなあれ。まだやな。まだ。ああいう拍本当いつ泣くかちょっとよくわからんのよね。今村さんはマンズ？これで？あ、なんか変な、変わってないわ。さて、7、8、9。おお、まあ3ピン1ピンじゃないのか。いや、順ちゃんはあるよ。自分が、っていうか、順ちゃんないわ。数番切った。数番切ってる。ごめんなさい。ハンディアンピンがどう見えてるかな。まあ悪くなさそうだけど、フィテンスチワンよりは、うん、フィテンスチワンにしたか。さあ、松井さんもまずまず、今村さんはちょっと悪い。うん、ドラを引いた。はい。ああ、これで染まった。うん、ちょっと津田さんの類点含みが気になるな。そうですね。パーピン置いた。野村さんがパーピンを置きましたね。ローピンだ。ローピンか。ドラのローピンです。なるほど。パーピン切った。パーピンは切った。まあ、カンチーピンあってもね。もう本一上がり厳しいんでね、ちょっと順目的にも形的にも。チートイならローピン使えるんですけど、はい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 、テンパイ込みだとパーピンも置いておいてもよかったかなとは思いますけど、ね、こちら、うん、まあ、チートイなら使えます。チートイですか。友添さんの手が全然進みません。全然進まないですね。うん、松井さん、リャンウッソーがそんなに良くない、むしろチーソーがちょっといいぐらい。まあ、パーソーいいか。全然変わらないな。全然変わらないですね。さあ、嘘は違う。さんも変わらない。松井さんがちょっと厳しいな。わあ、チンピン引いた。利点を残します。ちょっと良くなったよ。ちょっと良くなった。はい。松井さん、たまらず。K 点ですか。たまらずですね。もう、はい。リアム層がもう薄くなりすぎたんで。うわ、チートイシャンってなった。数万キューワン、数万、まあ数万シャア、数万、キューワン、キューワン、
この友添さんもこれは地位、はい、経典に行きますが、同走初が完全安牌で浮いてますね。そうですね、想像 のもう横伸びはほとんどないんで、うんうん、っていうことですかね。経典が2人、おっしゃ、重ねたドア短期か、リーチいた、はい、ローピン短期のリーチになりました。さあ、この数ワンを友添さんもチーして、いやでもこれドア結構危なくないか、大丈夫か。3万は切れる？いや3万切れない、切れないですね。マンズヤ3巻出てます、うん、出てると思いますけどね。どうなんだろうな、ハクも心配、ローソーはなんか通りそう、うん、これでハクハクか、さすがにハクハクか、ハクションパイやね、え、ほんまや、ハクションパイです。あ、じゃあ差し子全部想像切れる、差し子全部切りましょう、はい、なるほど。さて、ローピンは山にまだ1枚残っていますね。松田さん、リャンゾーはさすがに大丈夫じゃないか、そうでもないな、1、2、3の3色あるんですかね。333と見えてて、リャンゾーラスイッチで一応警戒しましたね。9番は通り、うん、うん、差し事、あ、テンパイしたらこれは、あ、フリテンだった、うん、まあ、じゃあテンパイ取りますね、はい、フリテンのテンパイ、おー、テンパイした。さあ、松井さんもテンパイ、軽テン、うん、親の友では3、4、5と、左発は3枚入れ、完全安牌です。うーん、何は気持ち悪い、津田の1打目気持ち悪い、言い損しました、うん、まあ実際そいつではありますね。さあ、これで急走、急走は大丈夫、ノーチャンス、はい、ローソーも、あ、松井が通してますね。うーん、テンパイできず、積もれず、うん、テンパイできず、切る範囲が、まあ、ウーピンはリーチには大丈夫です。松井もイーソー3万落としてますね。うん。E1、あ、E1 が通ってんのか。皆さん、E1 ですね。あ、そっか、E1 だ。うん。はい。ということで、津田と今村の2人転売ということになりました、うん、はい、はい、トンの3局日本馬になります。親番が津田に変わります。確かに今日ドラトンチートイというか、なんかチートイよく見えますね、うん、やたら多いですね、うん、そんななんかチートイ好きそうなメンツでもないんですけど ね、特に友添さんとかそんなに、まあ友添さん結構やるな、チートイやる、こうやってる、松井さんも結構やるんよね、でも、うん、で結構みんな好きなのかかな。あとはスーピンです、うん、悪くない。うわ、悪くないな、おお、友添さんがちょっとツヤがない、今日の流行語大賞な。うん、ドアドア、はい、ハツから行ったな、結構厄介重ねたい感じの手配でしたけど、ハツから行きましたね、うん、そう、松井さんチート嫌いって言ってはりますよね、うん、でも結構よくチートやってはるんよね、まあ、嫌いとやるかどうかはまた別って感じでしょうけど、確かに嫌いと。今村さんウーピン4枚揃った、友達さんが話題のチートイーシャンテン、おお、ウーピンアンコ、ウーピン 4枚、あ、アンコになった、うん、うん、まだ数アンコとかもありますか。そうですね、まあ、シャーも1切れですし、まだ見ましたね、ちょっとよくわからない、まあ3万じゃないかな、とりあえずはここでウーピン1枚外す、ローソー、すごいところ行ったな、
換算像の布石を打ちつつ数ピン引いて、うん、数ピン引いたらどっちも一緒か。つもぎり、ああ、スーソつもぎりですね。おお、カウソが入って、うん、いいとこ入った。まあ、パーソンかなになります、ね、スラムに入っ、次はドラドラですが、ドラドラだけどちょっと苦しいですね。ペン3ピンというか、まあ、1ピン2ピンいらないですね。うんうんうん、なんここでチートイツ、ウーソーがいいと思ってますね。まあ、スーソーギリとドーソーギリの人がいるんで、そうなんか、アンコられた感はないってこと？まあ、そんなにないんじゃないですか。そんなにないか。メンツで使われてたりせへんの？まあ、それでもか。と、スーソー切った時の手の形がわかんないけど、スーソーウーソー並べたくないのもあるかもしれないですけど。あそっか。まあ、それじゃなくてもウーソー結構いいですしね。うんうんうん、さあ、一通がちょっと見えるかもしれないですが、まあ、切ります。さんはちょっと厳しいな。南平はまだ両方とも一番いいか。手配にはもちろん誰も持ってません。あ、持ってる。友沢が、そうですよね。友沢が持ってるだけですもんね。松井さん。キューピーも恨めって。上からストンって落ちてくるような積もり方が。うん。最低スナツさん。ピンフイシャンテン。チュンシャーシャーが入った。マウナさん。カン。ここでカン。立旦三万短期の転配を しています。シンドラパーソー。ここでカンして何を持ってくる。これでリーチかまさかの。二枚切れ。先生二枚切れあれ。知ってる知ってる。リーチやめたやめた。リーチしようと思ったよな今。ちょっと思ったよな。いやまあ普通に考えて面白い地獄短期ですからね。はい。ありじゃない？まあ使われたまま追っかけられたりしたら死にますけど。確かに。物理的にありえない地獄短期ですからね。確かに。いやだって本当にたまたま引いてきた牌ってことになりますもんね。うん、まあそうですし、キューピンも4枚入れだし。ほんまや。パーピンないし、みたいな。ヤンピン。あ、これでいきそうだ。これはこれだ。いいチ。ヤンピン、短期、松井が今切ったヤンピン、短期。友沢がドイツだ、うん。はい、まあ出ないでしょう、ね。山にはない。はい。あ、てか友沢さん、ドラパーソン乗ってるんですね。ああ。まあ、友沢さんにしては、降りるにしても別にもっと安全な牌ありますし、押すなら押すで出ないしで。うんうん。おそらく出なさそうかな。まあ、ちょっと場を見渡してからリーチしたんで短期待ちとかもね。はいはいはい。パーピンやったか。パーピンやったか。で。うわぁ、ちょっとでも今丸さんちょっとなんか腕触りましたもんね。パーピンやったかー感はちょっと出てましたよ。ファーストインプレッションでしたね。いやぁ、周りはあのパーピン短期でリーチされてパーピン積もられたらもうキーンってなりますよね。放銃しても積もられてもキーンってなりますけど、そもそもパーピン積もって言われた瞬間になんやでってなりますもんね、うん。松井さんが地味に危なかったね。切るもんなかったっすね。あら、さあこれで流局しました。今村の一人転配。じゃあチーピンのピン合わせたらいいか。そんな4局の3本場です。終えば松井に移ります、うん、うん、全員に満点台。今の鈴木優さんの本に書いてありそうだけど、なんかすげえ短期っぽい感は出てましたけど。ああ、場を見渡して。うん、まあ、っていうかチートイの時のあれなんですよね、仕草が。ああ、はい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 。
ちとりで持ってきた範囲でリーチする時のセリフさ。確かに。そうやね、それ読んでからさ、めちゃくちゃ待ち配これやったらそこにしようみたいなさ、うん、もう必死に考えるようになるとさ、なんか未来の待ち配でロンって言いそうになる時ない？なんかこれやったら、これやったらそ間違えてリーチって思ってたら、それが出た時にロンって言いそうになるよね。ほんま。さあ、ドラはイーマンです。さて、難入してない。まだトンまだトン4個3個。松井さんトンあんこ？お、ダブトン？ダブトンあんこ？それはチャンス。わー、トン、松井さんのハイパイがすごいよ。津田さんはペアンコ、ペチャ。はい。次、これ、ハツマン、ハツモトイツ。トンリュウ、月物。津田さんはドラを生かしたい。おお、重なった、嬉しい。一番嬉しい。松井さんもめっちゃいい。っていうか、みんないいぞ。確かに。宮川さんも悪くないし、友添さんは、まあまあ、まあ。まあまあ。友添さんから言い忘れたら、とりあえず津田さんポンだな、俺。ドラドラ固定。お、3万から。3万ポンから行きましたね。まあ、初ポンして7ありますし、そこからトイトイ変化もありますし。はい。ベンチーピンが今、景色がいいんで。そうですね。いいマン、ポン。これはポン。おい、津田さん、スルーした。津田さん、まあいい射程になったけど、スルーしました。男気っすね。男気なのか。まあ頭がないんでね。まあ確かに頭がないんで。でも立て上がるあれですけど、テンパったよ。おー、三ジャンピン、2枚切れ闇剣すごいの。どうなる。すごいな。テンパ外す？外さんやもな。うん。とりあえずまあ切ります、ね。おっと、テンパったペンチーピン。ペンチーピンテンパイ。この松井さんのペンチーピンはいいよね。友達さんが1枚持っている。うん。相当いい。あとは山。対して両ピンはあと1枚。まあ厚もぎりじゃないかな。いやー、これしかもチーピン当たると思わないですからね、あんまり。ダブトン初テンパね。うん、友添さんもうっかり危ないとかあるかもしれないな。今でアンマンとか言ってるぐらいですからね。ドラピョンポンポンこれはポンした、間違いだ、はい、これです。どっち3ピン切って1ピン短期ですね。あ、そう、ごめんなさい、1ピン短期ですね。3ピン、あー、1ピンだ。わー、これはこれは津田流れとなりました。ペイドラさん8900。つらい、つらい。松井さん、これは、いや、今のは、うん、松田さんも反応は良かったですね、今の、ね、はい、イーマンポン先輩からの間違い、カニャンピンが結構弱かったんで、いや、不活ではないですね、あれで、あの先輩でイーピンは止まんないですね、止まんないですよね、役もわからないポンに対して。さあ、何いたしました。親番今村です。ドラはイーソー。お前、こういう時にグリーン法律事務所に電話したいんですね。事故に遭いました。うん、さあ、津田さんがトップ目。ドラのターツ固定。さあ、これは松井さんが仕掛けたちゃんた三色的なドラ的なやつですね。漫画あるやつですね。ユンちゃん三色ドラ1。三色は厳しいかな。あ、松井さん、まあ、ジュンちゃんドラ1ぐらい。おお、誰の携帯や。あんまり長かったら止めに行きます。はい、そうなんです、うちらの携帯じゃないからね。この音楽結構なんかあれですよね。ちょっともうあれでしょ、ボケボケですよ、なごみ感が。ちょっとあれにするね。止まった、牧歌的な。
のどかですよね、なんか、うん、どこ誰の携帯か探してる間に止まりました。さすがさん両腕引いてこれで一シャンテン、ローピンパーピン払うんじゃないかな、さすがに。うん、カンリャンドドラブ組、まあパーピンローピンですよね。お、カンチーピン払いに行った、うん、へえ、上がり優先だ、すごいな。松井さんから津田さんへの電話やったので電話事故に遭いましたコールグリーン うん、さあ友津さん、ここは掃除に行ったか。うん、さあ津田さんいいですね、上がりを優先して、まあ自分が今トップ目なんで3チーピン残して、おー、ペヤンコ、うん、E1 とか結構泣かれそうなとこですけど、どうするかな。リャンピン、とりあえずリャンピン、カンリャンピン小さえる、うんうんうん、うん、さあこれでカンパンマンテンパイ、ジュンちゃんドラ1、ママはバニー2枚、うーん、結構カンリャンマンに見えるかな、これ。最初 E1 だし、うん、E1 実は関連牌じゃなくてカンパーワンっていう罠なんですけど、確かに。さあ友添さんの手がイシャンテンですよね3色つく方で、まあなんか113で持ってて3色つく関連ワンにしたが一番自然に見えますしね、うん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 、E1 4枚見えるまではそこが本数になっちゃうかな。これで今3枚見えた、うん、あ、つもった、パフォーマンスも、じゅん、ちゃんドラ1戦2戦です。はい、素晴らしい、はい、さて何の2曲です。結構向こうで鳴ってる携帯の音がすごい入るんやね、うんなんかあの音楽とかっていうかこのラスベガス行った時に、うん、携帯のああいう着信音的なやつ一緒なんですよね。 iPhone のやつでしょ。そう、一緒なんですよ。 iPhone も全部一緒。 iPhone、 そう、外国行っても同じ音が流れるんです。ちょっと面白かった。あ、外人さんも、そうそうそう、 iPhone の人も、そうそうそう、あれだって一番あの初期設定やろ。うん、だから日本と共通なんですよね。ああ、そんなわざわざ買えへんやろまあまあドラは3品です。親番ともぞえ、お、今良かったぞみたいな、松井さんか、お、いい豆知識やって、うん、さつださん、ハックは誰か泣ける人がいたけど泣かなかったな。今村さんがね、さつでしたが、今村さんは微妙な立場ですね。2着、現在2着、うん、でもトップ取りたいよね。トップ取りたいです。トータルがマイナス 84.7、トップ取りたいけど松井さんがめっちゃいい、めっちゃいいな。まあ今村さん形的にはちょっと泣きたくないですけどね。まだなんか打点がどうこうというよりも不安定すぎて、こちらチートイツイシャンテン、チートイツイシャンテン、チートイツですよね。一気に名本にしたりして、したいしたい、もうそういうのしたあかんって言われたこの前お、いいロピン、でこれがなかなかテンパイせへんの。松井さん、イスチーマンどこ行ったん。なかなかテンパらないですね。友添さんはカン、ツキシャンテン、これは来るか、シンガラパーマン、くっついた、これはもうリーチです。どっち切ってリーチ、サブローソー、ローソー、どっちを切るかで迷ってますか。サンスの方サンスチーピンでリーチに行きました、うん、今度どっち切ったらいいんですかね。まあ中出やすさとかもありますし、うん、別に
三蔵切った方が一応まあ裏一の可能性上がるんでってことだと思うんですけど、ね、そうな確かにそうです、まあ、ビビったのもんですけど仕掛けが入った松井が、さあ松井さんがここはかわしに行ったはいパス落ち、うん、というかドラが新ドラがパワーワンだおお本当ださて松井パス層のこれは単葉ドラさんの天敗になりましたもうこれは全部いきますね松井さんは、はい、パス層対スッチーピンはいこれは大きい一局になりそうですねスッチーピンは3枚残りどっちもいるでしょ山にはいると思うパス層はさぞ危ねえウッパッソーがめちゃくちゃいるね。ウッパッソー6枚いるね。6山対3山。え、まあまあ。あとかな3が勝つこともよくあります。倍やで倍でも。まあでも3枚いますからね。うん、普通にリーチで3枚残りっていいマッチですよね。周り2人はちょっといけないですよね。もうめくり。あー嘘だここは松井さんが8000はい友添から8000リーチ合戦で勝ちました、うん、まあもうこれは友添さんもしょうがないでしょう何も後悔してないと思いますはい、はい、さて何の3曲です親番が津田まあまあ友添さんはちょっと残念ではありますがトータル的には結構平たくなりますね友添さんが出せたとそうですね、うん、今80ぐらい持ってる友添さんが出すになるとまあまあ上は平たくなる一応友添さんプラスで終わりはしますけどもはいドラは数層ですいや友添さん63しか持ってないん63かじゃあプラマイゼロぐらいになるななりますねうん、まあ、箱でプラマイゼロかはい逆に松井さんがトップだとてか今村さんがやっぱりちょっと、うん、そう今村さんがまあトップだとね一気に全体が平たくはなるんですけど まあ去年優勝したしいいじゃないですかただ今村さんのトップはまだまだね、うん、トップまで7000点ほど漫画1回分ぐらいなのでそうですね全然あと2曲もあるんではいギャンピン重なりどうする3色はちょっと厳しいうんそうですねペンチーピン払うのが良さそうな気がしますはいこっちでタイヤの方がいいですねおそらく3万かペンチーピン払いかおおいいですねいいシャンテンさあ友添さんはこの曲どうするかな高くなりそうなんじゃないんだなそうですねこれまあピンフですよねもうやれることは傷口を最小限にかもしれないですねはいはいはいで、うん、いい射程が良くなったおこれでいいピークになるかもなるかもかもかものかも松田さん、何が重なった何が自分で来てますか松井さんは、まだちょっと遠いか危機は自分で切ってんだ自分で切って、場には2枚急走チートイカータンやおかはいさあドラが数層、この3層は残しますさんはなんか冒頭でも流れがっていう話をしたけどなんかもう自分が、ね、気持ちよく打ててる時と打ててない時の打牌が違いすぎますねあ、そうなの見てるとパーマンポンうん、これで単野を気味に一品を切って、はい、まあなんか安牌なんでという感じです無理して連チャンはしないと思いますけどそうですねパーソーポン、うん、これでなんだはい無双にくっつけば転売です
そう、松井さん三蔵を残しつつ、イーシャンテン。ちょっとよくわからないぞ、これは。どうするかな、これ。パーピンキューピンとかいつでも切れるんですよ。そうですね。ここでキューピン。おー、転売。縦重なりの転売です。リャンピンウーソーのシャンポン。今村さんのリャンピンがちょっと危ないかな。このローソーは打ちづらい。しかも、パーソーポンが入ってる。今手があったんで、チーソーも切れないんですよね。そうですね。まあ、切れないっていうこともないんですけど、チーソーだと。入った。お、リーチ、リャンウーソーで、今村がリーチです。うん、3つのイシャンテン。おぉ、詰まった500オール、津田が詰まりです、うん、でかい。これはでかいな。これはでかいな。多分押さなかったと思うんで、津田さん。そうですよね、うん、安牌2枚あったんで、多分まあ危険牌持ってきたらやめたと思うんですけど。はい。津田の三脚一本場、津田の連チャンです。でかい。野村さん、しょぼんってなりますね。うん、嘘、それな、当たりやねんでって。まあ、もう残り少ないんでね、喉も頑張ります。はい、ありがとうございます。初。はい。今村さんサッカー軽い手は入るんだけどな。打点にしようとすると結構時間がかかる手が多いな。うん、まあでも先手上がってもオラスマンツモ条件は一応ありますが、ポイントないときこういうとき無理したくなるんですよね。うん、まあ先長いんですけど、なんか1日目をね、うん、こうダンラスであんまり終わりたくないとかない？ありますね。ありますよね。お、仕事、仕事、仕事、よし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 。あれは勝負手。あ、三トイツ。須田さんはあんまり良くないけど、とりあえずシャア、まあシャアだけ持っててもしょうがないと思うんですけど、シャアで打点が増える要素もあんまないよな。キューピン、メン、一応チートイを目指してるか。席を切った朝ピン。すいません。チートイですね。どっちかっていうと違うかな。うんうんうん、チートイ面本。まああんまりもう連チャンを積極的にする気もないのかな、この手では。おお、じゃあ三蔵か。まあでもあれ、リーチチュン、イーペイコもありますもんね。うん、お、トーンを重ねた。うん、ここでした。2枚入れました。はい、まあ、結構やっぱチート意識してるのかな。うん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 、松井が言いそうな統一落とし。うん、うん、ちょっとメンツテっぽくもなってきましたが、チートイツだとイソは2枚切れなのですが、そうですね。あ、これもチートイツではなくメンズ手ですね。はい、ドアの初をここでスッとノータイム。あと友添さんはチートイツですね。イシャンテン、なんかチートイツ多いね。うん、友添さんも打点欲しいのは山々でしょうけど、うん、上がりやすいトンも残しましたね。はい、うん、合わせる。やっぱり無理なタイヤ落ちというよりも上がれる形を優先してますね。3ピン、2ピン、うん、3ピン。誰の手も進まない。うん、津田さんはちょっと
攻めづらいかな、これでは。松井さんもなんかケーテンに合いそうですね。キューピン切ってるんで、はいはいはい、2.6 キューピンがないんですよね。さあ、これは、お、津田さん、これはトンバック、うん、トンバックですね。ギャンワンキーソー、はい、はい、ナムがションパイか。おスルワン、スルワンは違うか、今村さんのテンパイ入ってた。さあ、これでチートンバックのテンパイです。これは、はい、タイヤオに見えないです。そうですね、全くタイヤオに見えないです。そうっすね。いや今村さんロビンから切り、ウーピン、まあつもぎりそうですけどね。そうか、あれがタイヤオに見えないからトンが、うん、むしろでもトンでリーチすればっていうのは友達さんですけど。ああ、そっかそっか、確かに。あれだってバックの可能性ですら、チュンとトンだけか。チュンあんこじゃなかったら友達さん結構ね、確かにね、いい勝負できますからね。津田さん G1 を完するか迷ったか。まあ結構泣かれることもあるんで G1 切りたくなかったんでしょうけど、まあ完するのはちょっとって感じですかね。サボンチームをチーしました。ケーテンのイーシャンテン、うん、すまん。まあ打点も知れてるんで仕掛けに対して打つ分にはいいですね。あ、松井さんの仕掛けに。そうですね、津田さんが松井さんの仕掛けに打ってもまあ大体先手なんで、はい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 、脳天で防ぐのと変わらないし、むしろマシな、マシまである。うん、お、来た、さあこれは友添さんトンタンキだ。いった、トンタンキ。さてこれで、これで津田さんがどうするか。9万はローマの筋で、何何ナンは2枚切れかな。あー、行きましょうか。うん、これ友添さんも津田さんが危険引いてくれってなるやつですね。さ、松井さんが一応転敗した。あ、経典、経典ですね。うん、まあただ津田さんこれトン以外に切るもあるかな、さすがに。なんかまあ両層がありますけどね。うん、というか9ワンとトンで9ワンを選ぶかな、微妙ですけど。数層、まあ、これは打たないな、いい数層ノーチャンスじゃないですね。はい、ダブルワンチャンス。うん、打たないとして何を切るかですが、リャンゾーは現物ですけど、どうせ続かないなら9ワントンのどっちかを選ぶかもしれない。なるほど、なるほど。いやでもこれトン選んでもおかしくないな、難しいな。だって9万勝敗ですよ。 9万はあの松井さんが仕掛けで使ってるから。え、どっちがいいのこれ、どうしたらいいの。トンも、そうですね、トンも1枚切れ、9万も1枚切れ。9万した、うん、おー、耐えた。トンと9万は選びようはないとは思うんですけどね、基本的には。確かに、まあトンの方が短期にされやすいかな、ちょっとだけ。うんうんうん、いやでもこれやと9万でも短期にされるよね。うん、まあ最初から持ってる牌としてトンの方がありやすいというか、9万は途中から良くなってるんで。そう、そうね、確かに。チュンがここになった。うん、さあ、イワン今これで9万で9万、9万ジャンソーではあるので3ピンも切れる。お、ということは耐えしのぎましたか。というか、イーソーもノーチャンスになったね。そうですね、ノーチャンスになりましたね。E1 は通ってる。E1 通ってる。あとはもう E1 3ピン E 層全部消えるんで、どれがテンパイ取りやすいかとか。はいはい。まあ、そもそもテンパイ取る気がどのぐらいあるかにもよりますけど、さあこれは打った方がいいと思いますが、僕は。経典量的に。うん、というかまあ数値層じゃないと当たらないし、数値層そんなないんでね。こ、ああやめた。これは押した方が良さそうだな。まあさっきちょっと。あの話をしてたんですけど、経典で補充なんかあしすぎたかなって言ってましたね、うん、よくないかなっていう話はしてたんですよね、なんか待ち合い席で、はいはい、
このスーソーはでもさすがにかなり通るんで打っちゃっていいと思いますけどね。津田さん一番安全な牌を、はい、ヤンゾー、はい、友沢が一人天牌です。怖えーってなりましたね。津田さん、津田さんゾッとしますよね。狙われてるってなりますね、うん。さあ何の4局、日本馬オーラスです。親番は松井、松井と、トップの津田の点差は6100点。まあ狙われてる可能性とかそういうのも含めてやっぱりトンの方が危ないかな。そうやね、うん、トンは確かにトンバック感あったから。座ってると余計にそれはあるかもしれないな。じゃあね、トップ争いが、ああ松井さんが6100点、トップまで6100点、その2着。駒村さんは、お、松井さん白といつだ、おお、トラトラ。駒村さんの手がいいね、これは。はい、駒村さんは4300点差ですし、マンガン積もればトップ。今村さんも悪くはない。まあ1200とかでもね、1200どころか、まあ五等でいけるのか、五等でいけるな、五等でも2着2着ですね。トップまでは満貫ぐらいですけど、うん、でもちょっと満貫になりそうよ。確定満貫はまあまあ難しいですけどね。なんか積も条件とかになりそうですけどね、うん。さあ松井さん、お順調順調、順調。白はまだ山に2枚、友添さんは満貫条件か。さあ津田さんがもう自分で行くぞと、おとなしくしておとなしくしてないですね。松井さんで安蔵スッとつもぎったな、つもぎりましたね。安蔵1枚切れ、結構遠いですけど、はい、両目に変わった。おお、おお、単葉っぽく、一応インシャンテンか、マンガンの、そうですね、うんうん、ウッパーワン引いて、ウッパーワンのメンタンピンツもペコ。さあ津田さん、E1 も上の現物か。そうですね、E1 全員の現物です。両面両面のインシャンテンです、うん。3万連敗ですが、ね、ですがどうする、うん、闇点にしましたね。まあこれでリーチも全然ありですけど、2着浮上の可能性結構あるんで、はい、手代わり少ないですしね。これは積も直で2着浮上ですか。そうですね、5等 OK なんで積も直 OK です。あ、これは面単品、じゃあごめんなさい、面単品3切れ、なんかあんまり待ち良くなった感もないですけど、これで行きましたね。行きました。はい、メンタンツも裏が乗ればトップと。今リャンゾ1枚はありそう。リャンゾ1枚と嘘3枚いますね。嘘は不明ですけど3枚もいる。3枚いました。はい。松井さん降りないですよね。降りるのか。松井さん、まあ状況次第ですけどね。最後まで全貌すかどうかは。あ、まあ、そっかそっか。現状は降りる手ではないですけど、急速がいった急速がいきましたね、はい。ファンスーマン、ワン引いたイーシャンテン、なんなんはドションパイ津田さんは現物とかないのか、もう
ろくに何もないな、チーソーぐらい。チーソーはさっき通したけど、辛いな、津田さん。だって漫画打てないですよね、打てないですね。漫画どころか、まあ直体だけだとボディも打てないんですけど。そっか。漫画は3着までいきますからね、さすがに打ちたくないですね、はい、とはいえ6何敗がなくて、チーソーだけかな。チーソー行ったところであと続かないんですよね、これ。どうする、まあチーソー、とりあえずチーソー、もうなんか何が正解か分かんないですね、こうなると。一通になった。サブドッキューピンは振り点ではない、スーソー現物。あ、ウーソー危ない、ウーソー当たった、あ、詰まった。メンタンズも裏が乗るか乗らない。千二千は千百二千百のつま上がり、これで今村2着浮上です、うん。さあということで、本日の最終ハンチャン、トップが津田、2着今村、3着松井、4着友添という結果になりました。はい、ということでトータルポイントでは津田さんの浮きですね、うん、そうですね、津田さん2回トップ取ってますしね。ほんまに席移ったわ。そんな短期間で移らんやろ。勝訴ということで、うん、はい、今友添さんがうなだれて帰ってきましたけども、まあまあ一応プラスで終えてるんでね。そうですね、順番に話を伺っていきましょう。はい、そうですね、じゃあとりあえず津田さんから呼んで、その後みんなにって感じですか。そうしましょうか。そうしましょうか。じゃあとりあえず津田さんにまずは来ていただいて、はい、お疲れ様でした。お疲れ様でした。嬉しい。うん、最後トップなんとか逃げ切って、うんうんうん、まあ、あれ披露仕掛け一人だと、まあでもあこぶこいとかんとな。まあまあ全然いいと思いますよ、姿勢としても。もうこのルールでね、はい、4番点取らなあかんから、うん、ドラが吐くで助かった本当に。ドラがね、4、5、6杯とかやったらちょっと、はいはいはい、その1曲前のトンタン家のチートイツもあれもヒヤッとしますね、うん、しましたね。いや、あれはチートイでしょ。だ9番めっちゃ怖かったもん、はいはい、あのね、なんか全部怖かったですよね。最終手出しがリャンソーなんで、まあ、あのチートイだろうと思って、まあね、あのだろう。でもただイスウソーがワンチャンスあるから、もうそうですね、普通のメンツでも別にそんなに否定はされてなかったと思うんですけど、あのチートイツの可能性も相当濃厚で、9万がだいぶ怖かったですけどね、うん、ただまあトンは絶対選ばないよ、そら。はいはい、あの狙われるとしたらトンだ。ああ、やっぱそうなんですね、うん、そうそうそう、あのイースウソー押すか9万統一落としで経点目指すか、もうリャンソー抜いちゃうか。はいはいはい、だリャンソーが4枚見えた瞬間ね、イースウソー切れるから、うん、うん、そうそう、素晴らしい。そう、まあ、チートイツで打つとドラドラチートイがあるんでね、初、うん、が僕からすると2枚見えてないんで、ね、はいはい、そう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 、だから、うん、もう9万でリーチチートイツドラドラって言われたのも、それはもう友達さんガーサスですと、はい、言うとこうと思ったんですけどね。はい、いやいや、まあ、あの今日は、はい、よかったです、うんうん、周囲ですもんね、はいはい、言うことはないけど、あのローマンを打ったやつだけはちょっと微妙なのかなっていう感じですね、うん、3回戦で、はい、ですかね、はい、まあ、なんか残り1巡か2巡かちょっと分からなかったですけど、あ、残り1巡だったんじゃないかなと。あとはもう、うん、最初ハンちゃんもカンウーアンとカンリャンピの選択ですぐウーアン来た時はもう、あ、そうね、まあ、あの時ドラポンしなかったのびっくりしたんですけどね、むしろあれね、うん、あれうまいこといきましたね。うまいこといきましたね。あれドラポンするともう友添さんが何も下ろしてくれなくなるから、うん、まあ供託も落ちてたから5200を無理やり8000にすることないかなと。5200、あ、まあ5200、5人3900ないそうですけどね、まあ、うんうん、供託がねあったんで、ドラをポンすると友添さんがね何も下ろしてくれなくなるので、うん、ワンスルーはしようと思ってたんですよね、はいはい、そういうことだったんですね、うん、ワンスローするともう一枚も出そうな感じだったんで、うん、うまいこと面前で張りましたね。あれ、あれ泣く、今泣くと、泣く前提で話を進めたんで、うわ泣かなかったって。そもそもだからこれそのうち出ますかね、出ましたね、おーってなりました。あれだって老朽マンと、まだ老朽マンとソロズが135とかみたいな、あれ言い分ないって。一応ね、あれシャンテン数と変わらないんですよね、多分。あれシャンテン買わないよね、買わないですけどね、リャンシャンからリャンシャンなんで、はい、リャンシャンから
シャンテン数の変わらない泣きをした上にさらにそのドラをポンして警戒度を高くするともうね、友添さん絶対あの対応してくるから、あれはあれですね、一般のタグなら多分泣くと思うんですけど、今日のメンツなので、はい、津田さんが競技マンジャンプじゃないですプロに、プロになれるかもしれないね、私もねプロになるわ、もう今日は機嫌がいいのでな、全然もう悪徳とかはい、はい、というわけで次回も、次回はサピンさんと当たるんやったかな、当たるんで、次回、あ次回ですね、津田さんの次回か、はい、僕はまだ一節すら終わってないんです、津田さんの次回は、はい、んそうですよね、なんでここに、あれ違うな、そうですね、そう、ん次の放送的に次回は津田さんですよ、金閣に戻る、まあ、なんかなるほど、日程の都合で多分次が金閣の第2節になるので、そう金閣リーグです、すいません、うん、はい、まあ、銀閣の次の方で、次は、はいはい、スワンコー含めのやつもあれもね、あのアサピンさんとも相当話あれですよね、346677パン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 ですよね、あれは僕はあそこで8000上がっても相当トップ率が高くなる局面だったので、別に無理して、ね、あの1万6000とか数アンコンとかにもしなくても、うん、上がり率だけ考えるとやっぱり老僧切り相当違うんでね、うん、別にそんなに悪い一打じゃないんじゃないかな、いや素晴らしい一打でしたよ、うん、結果は素晴らしいことになって、先天補充が8000上がってますね、さすがにね、僕もトム一局の平たいところからだったら数層酸素落としそうですけど、うん、ただこの境界ルールっていうのはあんまりにこのトップの4万点が大きいので、はいはいはい、うん、いかに競技麻雀といえばやっぱ当院局に8000先制すると相当トップ率上がるはずなんで、別にフラットな局面でもローソーチーズを切ってもいいんじゃないのかなと、別に無理して数アンコを狙う必要は本当競技麻雀ってないですよね、あの巷の麻雀と違って100万の主義とかがないので、ただの3万2000点なので、はいはい、はい、と思って打ってます、はい、はい、ありがとうございました、はい、では、お疲れ様でした、ありがとうございました、他の選手の皆さんにもね、はい、順番にお話を伺ってまいりたいと思いますが、はい、次は誰になるんだ、今村さんかな、今村さんかな、津田さんどっか行っちゃった、津田さんがどっか行っちゃった、どうぞどうぞ、はい、女性の隣に座ります、あれ津田さん、津田さんがどっか行ってしまった、どっか行っちゃいました、はい、あれ、いや、そこ僕いつも言ってたっけ、いや、なんか どちらでも大丈夫ですが、村さん、お疲れ様でした、お疲れ様でした、なんか中つらめでしたか、いや、今日ね、むしろね、はい、結構随時ハイパイが良かったんですよね、良かったですね、良かったで、まあ、要は参加率が高くて、うん、確かに参加率はね、高いです、その結果、ちょっとなんか補充とかね、上がったり補充したり、うん、今日の始まりのとの一曲で1万8000札で心に来ますね、まあ、そのようなも歯を食いしばって、はい、この三蔵を切るか、うんうんうん、もういいや、まっすぐ形で6万か、ね、まあとりあえずね、始まりやし、ちょっとまあね、いや、ビクリハンちゃんの一緒、ハンちゃん目のとの一曲なんで、まあちょっと押し目にというか思ったらね、結果はあのままですわ、うんうん、これはね、まあ確かに、あとやっぱね、結構ね、なんかちょっと危ないなと思って止めた牌が全然あっていうのが結構多かったですね、なんかずれて あともちろんその当たり牌かどうかもそうですし、天牌かどうかも、あの仕掛けが天牌かなと思って、自分がまあ微妙なイーシャンテンとかで、うんうんうん、2枚かもういいや、うんうんうん、まだ張ってなかったとか、あそういうのが結構多かって、うん、なんかちょっとずれてるなっていうのは終始感じましたね、うん、謙虚ですね、確かにあの上がり手も高かったですよね、ドラタンチートにね、シャーって、ね、あれね、強卓がこの瞬間強卓3本なんですよね、あ無理に投げしなくてもっていうところもあったんですね、まあ初初って降りてもいいですけど、うんうん、あのパーピン短期で行こうか、あれ一周迷った時、そうそうそう、迷ってましたよね、ジャンピン短期でウーピンを換算してリーシャンからパーピン持ってきてあちなみにあの松井さんのリャンピンはトイトトシだったりするんですか、いや違います、違う、はい、友添さんがリャンピントイツで持っててチートイで、はいはい、そうでしたね、あの難しかったですね、うん、パーピンで行ったりと思ったら2枚切れだったみたいな、そうですねあれどうしましょう、ウッピン切ります、とりあえず
あ、暗換せずにってことですか。2ピンくっついて、2ピンドローでしたもんね。あ、そうか、それもあるね。どうすんのやろ。そうなるけど、なんかマンズがね、結構切れすぎてて、はいはいはい、マンズヒートも対して、気持ちいいのがなくて、なんかよくわからん短期で負けた方がまだ、なんかなって感じですけどね。あとね、今村さん爆発力があるから、ね、怖いですよね。あのメンホンの配信見た時やばかったですね。あれは僕は助かりました。あのリーチがなかったらナウも多分切ってたと思うので、タクとダブナのシャンプー。ただあれもチーテン取らなかったんですよね、ウッパーは。あ、そうですね、うん、そうですよね、チーテン、うん、チーテン取らないんだったらそこでいいした方がいいかなと。いやでもリーチの打点上昇がだいぶ少ないんで、まあレアがいい下げる方じゃないかなと思ったんですけどね。リーチするとダムナンは止まりますもんね、うん、ナンもハクもやっぱりデミットなんで。でもだったらもうチーして、え、でもダム休め5に高め8000で、うん、それもなんかちょっとあの点数状況ではちょっとね、ちょっとっていう感じもしますし、でもファーストシーズンの時から本当どっしり構えてるイメージですからね、今村さんは。で、まあ手安関してペイント実装もね、 あれもなんか途中でなんか言ってましたね、もう事前取った方がいいかなとは思いましたが、関した時点でいいじゃんってんで一回スルーしたんですね、じゃあテンパイ取れるは。そうですね、ペンチストッチして、まあ、短期待ちのテンパイ、どっちみち苦しいんだったら、うん、結局今日トータルマイナスマイナス、ちょっと待ってくださいね、ちょっと70ぐらい、70ぐらいだよだと思うんですが、そうですね、80スタートでマイナス 84.7 から75ぐらいですね、75ぐらい、まあまだまだ、うん、まあ今村さんの場合はね5万点トップぐらい取ったらすぐチャラになっちゃいますよ、ね、そうですね。75は僕がハンチャイケメン5万点トップでプラス70でした、ね、この去年と同じ8分の3すぐ8分の3、まあ、はい、まあイメージ1トップ分受けばいいかなって感じなんで、まあ、ですね。前回もボーダーは、うん、今村さんはもうボーダーとか関係なかったかあまり覚えてないかもしれないですけどボーダー100ぐらいだったかな、マイナス 75.6 ですね、今日は。反省して明日以降も頑張ります。はい、はい、ありがとうございました。お疲れ様でした。続きまして松井さん、はい、お疲れ様でした。お疲れ様でした。お疲れ様でした。最初の方辛かったですが、うん、そうですね、うん、なんか最後うまいこと終始があった感じの、まあ、まあ、最後ちょっと3着か、まあ、でも、はい、うん、まあまあまあ、あ、微妙ですよね、まあ、なんか最後のハンちゃん、まあまあ感触良かったからいけるかなと思ったんですけどね、はい、まあまあ、ね、あの途中一気にあれ最後のハンちゃんだったかな、あのカンパーワンのジュンちゃんとかだったり、なんかそっから連続で上がりまくってて、ね、はい、まあいけるかなと思ったんですけどね最後の方ちょっと息切れしたから最終ハンちゃんは動作すれば松井さんの手がなんか早そうだなっていう曲が多かった。なんかまあまあ良かったですよ、ね、もう気持ちが入ってたら、そうそう、EPR辛いですね。EPR辛いですね。あの曲だけでちょっと勝たせていただいたような、あの曲だけそのねあって、うん、あの、うん、噛み合わないとね、絶対あのEP出ない範囲なので、あの曲も結構早くテンパってて、ね、そうですね、うん、しかも結構、まあ、かなり良かったんで、あのペンチーピンも、ペンチーピンがかなり3山ぐらいあって、うん、自分の中でも感触良かったんで、危なくも見えなかったですね、うん、そうなんですよ、出そうな感じがしたんでね、どっかを使うでも、まあまあ、うん、残念です、うんうん、もうしょうがないかな。まあでも松井さんマイナス20ぐらいですか。 26.5 ですね、まあ、26.5、でかいな、まあまあ、でかいですか。でかないなでかくはない、うん、ミュールだとでかいと思う。そうか、ミュールだとでかいですね。ミュールだとでかいな、ほんまか、そっか、全然でかくない、通貨の価値が違うので、トップ1回とお釣りきます、これ。そうです、はい、レートが違いますから、ね、そうです、はい、そうそう、あの価値が違うんで、そうですね、円じゃないですね、確かに。だから26.7はもうなんとでもだいぶ安いやつです、ね、はい、安いです、はい、はい、まあ、頑張ります、まあ、次も、まあ、今日、まあでもサクサクいってて気持ちよかったですね、うん、麻雀が今日打ってて気持ちいいイベントでしたね、うん、楽しかったです、ね、別に、うん、ね、他の人がねちっこいというわけではない、うん、そうそうそう、今日のあのお三方との麻雀は気持ちがいいよ、うん、ねちっこいやつ、そこにある、じゃあねちっこくと僕はなんか鼻声で何言ってんの、なんかこのあの ずっとそのなんかそうリズムがね、そうそう、すがすがしい、うん、爽やかな空気が卓上に流れてる、そうです、面白かったです麻雀が、あの、うん、今日のあの僕が一番ねちっこいぐらいですよ面白かったですね、今日のお三方の前じゃ楽しいですね、楽しかったですね、うん、今日は、まあ、また、うん、頑張りたいと思います、次回、はい、はい、どうもありがとうございました。続きましては友添プロ、はい、
あれをプラス15ポイントにできる人俺以外にいますか？すごないですか？あさみさん見ました？誰よ、誰よすか、誰よ、どれですか？絶対を通してね、説がない、説がないし、あんなランスの短期一発で積もるんやからね。いや、いや、あの曲はうまかったし、そう、まあ、あのトンタンキもテンパイスは取れないですよ、リャンピング、ね、トンタンキ、はい、あれはね、まあトンタンキ、あれはすごい、チートイがやっぱり全体的にうまいっすよね。僕ね、本当に昔からそのチートイずっとうまいんですよね。あ、そうですね、イメージあります、イメージあります。なんか最後の領書、領書、領書に決めてるところだったし、うん、だから9万は本当怖かったんですよ、ね、あのよっぽどリアンソン抜いたろうかと思ったんですけどね、やっぱり松井さんのラストウェアが残ってる以上経典の価値を追わないといけないなと思ったんで、うんうんうん、まあ一応ねトン短期とか初短期とか、まあ、日本戦の範囲があるので、はい、まあ打たないですよね、それはね。トンは絶対打てないです。で初はもう持ってきたら絶対打たないし、はい、まあ、9番当たる確率はそんなにない。イズソもねあるような捨て牌なんで、やっぱあんまりやっぱり、まあまあね、うまいですよね、はい、だから結局友澤さんのチート率ってメンツ手の可能性もありそうな捨て牌で仕上げてくるから、まあそうですね、それもできる限りはしたいですよ ね。ただ重ねる牌めちゃうまくなかったっす。麻生さん見かけなかったっすよ。あれで見て学んでもらったらもちろん全然あそこ心こもってないから。しかも趣味もすごかったでしょ。でも安定感あふれる。あれ、はい、趣味なんかあったかな。僕だけ趣味なんかありましたっけ。いやだから危険になってないでしょ、うん、しかも上がり逃しをせずに危険な状況にもなってないっていうのは、名人に名手なしっていうのはこういうことなんですよ。もう常にセカンドだけどもう二塁の左側で待ってるんですよ。いやでも本当で抜けるところパッと飛んですよ。いや本当ね、こういう風に喋ってありますけど、本当友達さんの対応力は本当半端ないので、はい、だからそれ込めで僕本当あの今なかなかないんですよ、はい、ドラップにして上茶が友添さんでその甘いとこ泣かしてくれるわけがないので、ですね、メリハリの男、うん、うまい。だけど結果がもう結果も別に悪くないでしょ、プラスで終わってるんでしょ。そうですけどツボがもうね、なんだよあれ。あ、なんか確かに苦しそうでしたね、全体的には。そうですよ、あんなにチートイツ、ね、リアンソー短期以外ではなんか各ハンちゃん2、3回テンパって出すからね、チートイツもある手に入ってないし。今日はでも友澤さんと確かに松井さんは全体的にずっと手が入ってない感じで、今村さんは自分でもあの言ってはった通りその手は入ってる感じで、はい、うん、あ、そうですね、だから補充に回っちゃった、うん、そう、まあでも平等に手は入りますからね、こんなことうち言ってますけど。そうですね、まだ第一節なんていっぱいやってるから、うん、はい、ただあの普通の人じゃ上がれないところで僕はチートイツで上がったり、一人テンパイ取ったりしました、今日は。あ、はいはい、一人テンパイの曲、はいはいはい、はい、なるほど。じゃあでも友達さんはファン多いですから、はいはいはい、なぜ世界ランキング9位だから。そうですね、ここに全世界大阪に舞い降りた関西の関西の中で今世界ランキング一番高いの。全世界で8人しか友添さんより上の人いないし、それほとんど連名だから。そうですね、はい、もうやっぱりすごいですよ。うまかったですね。でもマジでうまかったでしょ最後に。あずみさんどうでした僕。いややっぱりうまかったっすけど。ありがとうございます、わかりました、 OK です。まあただ感想はいいしないですけどね僕はね。あれね、ちょっとさすがにもったいないかなと思いましたね。そうなん、どの感想、あの1戦目の難波の友添さんの親の僕はね、難3品切って、うん、ドラム3ピン切ってリーチしたんですけど、それがねウーピンアンコで123っていうところに組み込んだ感じ。ドラム3ピン切りリーチありましたね、うん、でピンズ555 3ピンくっつかんからな、もうあそこも妥協点じゃないですか。まあ僕はそう思ったんですけど、スーリアンピンドラ表で、はいはいはい、スーピン1枚切りでしたっけ、なんか忘れましたけど、マジです、うん、なんかスー3ピンに無理にくっつけなくてももうちょっとなんか待ち変えたいなっていうのはさすがにありましたね、うん、ちょっと想像悪すぎてなんか1枚切りカウンストですけど、使うやつでもあれですよ、スーソーリアンゾキってあって、まあ、1回先輩取るはずになったらスーソー打って、ねうん、3品じゃないのにくっつけるとしたらマンズあと2枚持ってかなきゃいけないんですよ、うん、結末無理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 。どういう結末の曲でした？でもない。あ、でも結局は今村さんがダブナント白のシャンプーして、はい、あ、あれか、完全なる俺が助かったやつか、まあ、結局打つんですけど、でも、ね、結局打つんですけど、順平さんがテンパってる 100% と思った、結構テンパってると思ったらリーチ打ってないから、結局すごい読みの鋭い人だったら、いやそれあの今村さんでしたよ、ね、あれは無理でしょ、それは無理、あの3万リャンマン落としてメインホンが仕上がってるなんてね、それは、それは無理ですよ、うん、あのダンラスだからね、またこれ大物で狙ってるわ、ここ軽くこれでリーチで足止めして積もったろうかなと思ってましたが、うん、確かに今村さん打点塗る局面やったんで、ね、そうですね、僕もまさか張ってるとは、はい、思ってなかったですね。まあそうか、あそこは、うん、あ、なんかダメでしょうね、もしかしたら個人的には、まあ結局、うん、打つんですけど多分8000で済んでるっすね。あ、今村さんがつもぎり追っかけをしない、まあそれは多分結果なんですけど、カウンソーチーするって言ってもあったんですけどね、そのグリージュ打つ瞬間に中央数が重なって確かにですけど、それは全然あるですね、カウンソーチーして E ピン切るとかダンピン切る人もいるかもしれませんが、うんうん、
どうなんでしょうか。終わり。はい、ありがとうございました。はい、また次回以降も期待しております。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。頑張ります。はい、あ、このままもうね、エンディングに行きましょうか。皆さんこちらに来ていただきまして、次回のご案内をしたいと思います。次回の京都グリーンリーグはですね、全種語です。全種語です。次回の京都グリーンリーグは明日じゃないで、これちょっと台本間違ってるやん、ちょっと待って。そう、明日、明日が日にて変わったんですよ。来週、そうかそうか、来週の金閣第2節、明日はマーチョー決定戦ですよね。あ、今村さんが出られる。今村さん、はい、グリーンリーグのチャンピオンが、現チャンピオンが、もう話します。そうですね、対戦相手誰ですか、マーチョー決定戦は。吉田店長と田村翔、協会の田村翔、はいはい、あとまあ社員の藤田、はいはいはい、もうじゃあグリーンリーグ代表としても今村さんを応援します。次回、来週の多分水曜日、ちょっとじゃあ携帯触りますね。コメントありがとうございます。10月、あ、友野さんめちゃくちゃ来てました。10月25日です、はい、私を10月25日です。そうです、25日です。来週の水曜日、25日と27は、銀閣の逆の方、僕も打つやつですね。25、26、27、28、来週はなんと26は金閣の、なんで突然、なんで突然金閣とか銀閣って言い出したんですか。いや、なんかあのブラック銀の方がなんか明らかに、なんかいや違うんですよ、本当に。あの京都人からすると金閣と銀閣はあの同価値なんです。あの、あ、なるほど。金閣寺と銀閣寺で全然それあれは足利義満と誰やったっけ、金閣の、義政、はい、全然足利の将軍に序列なんかないわけですから。そう、なんか文化的価値は銀閣の方がむしろ高い。そう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 、そうそうなんや。そう、金閣、さっきまで京都にあることも知らんかったのに。いや言うてたよ、あ、まあ、まあ、京都、京都合間にググったで。違います、違います、これ見てた、それだけ知ってた。あ、そうなんですね。確かに文化的価値はまあでも同価値ですよ、うん、本当に、はい、うん、わかりました、すいません、最後に、はい、ということで、来週は10月25、26、27と3連チャンで放送がありますので、すべて15時から皆さんよろしくお願いいたします。この番組は主催京都グリーン法律事務所、そして協賛株式会社法王でお送りいたしました。最後までご視聴ありがとうございました。また来週よろしくお願いします。さようなら。さようなら。さようなら。お疲れ様。感じた。